今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録、シュボバデータから導く推奨馬大公開のお時間がやってまいりました。今回は8月7日日曜日に行われますレースの中からレパードステークス、エルムステークスの両重賞レースを含む6つのレースを厳選勝負レースとしてピックアップしまして推奨馬をお届けさせていただきます。今回もいつも通りですね、普段の分析動画でご紹介をさせていただいているシュボバデータをもとにデータ上高い確率で好走が見込めそうな馬を推奨馬としてお届けいたします。今回は重賞レース2つのレースを含む6つのレースをピックアップということで普段よりちょっと多めにお届けいたしますのでぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、それではまず土曜日の、推奨馬の成績から振り返っておきます。新潟2レースミルヒシュトラーゼを、推奨しましたが2番人気で6着ということでちょっと残念な結果に終わってしまったんですが、新潟8レースでは、1番人気でしたがペルアーを、推奨させていただきまして見事1着と、札幌11レースではボスジラを、推奨馬として指名しまして、まあ、ちょっと人気は下回ってしまったんですけどもなんとか馬券圏内を確保することができました。新潟のメインではエルカスティージョが4番人気ながら2着と頑張ってもらいました。3頭馬券圏内に入って1頭勝利ということで、ちょっと4頭中1頭は馬券圏外に沈んでしまったわけなんですが、まあ、高走率からいけばかなり、調子がいいところをキープできているかなと思っています。個人的な馬券はちょっと相手が来なかったり、来たりということで、ちょっと微妙な感じだったんですけども、なんとか調子のいいうちにですね、しっかり儲けておきたいと思いますので、日曜日もしっかり頑張っていきます。先月の推奨馬の成績に、少しだけ触れさせていただきますけども、まあ、見ていただいてます通り、かなり好調をキープできています。先週はクイーンステークス1着テルゼット、アイビスサマーダッシュ1着のビリーバーそれぞれ勝ち馬を推奨できていますので、今週の重賞でも皆様のお役に立てるように頑張っていきますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは本日のメニューです。札幌1レース、新潟1レース、札幌3レース、札幌6レース、札幌11レース、エルムステークス、新潟11レース、レパードステークスの、合計6つのレースで、推奨馬をお届けいたします。普段より気合を入れて多めにお届けいたしますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまずは、札幌1レースですね。ダート 1700m で行われる2歳未勝利戦となっています。こちらのレースで推奨させていただきますのは、サグアロですね。このサグアロ、ヘニーヒューズ産駒なんですけども、ヘニーヒューズ産駒についてのデータを出します。このサグアロですね、前走、芝の新馬戦で、まあ、12着と大敗していまして、今回、ダート代わりのタイミングとなるわけなんですけども、まあ、そもそも見ていただいてます通りヘニーヒューズ産駒芝の新馬戦では全く成績が振るいません。このサグアロですね、前走が496キロということで、まあ、比較的大柄なヘニーヒューズ産駒なんですけども、まあ、そんな大柄のヘニーヒューズ産駒、なんとですね札幌ダート 1700m でかなり好成績ということで、まあ、芝の新馬戦から今回、相性のいい、札幌ダート 1700m に変わってくるというところで、まあ、大幅な、パフォーマンスアップが見込めるのかなと思っています。前走大敗の割にはちょっとこのダート代わりのヘニーヒューズ産駒ということで、まあ、人気をしてしまっているのかなと思うんですけども、まあ、この動画を撮っている時点で現在5番人気となっています。ヘニーヒューズ産駒で、母父が AP インディーということで、まあ、血統的にも、ダート代わりがしっかりはまりそうかなというところですので自信を持って推奨させていただきます。ちょっとこの最内枠というのがどうかなというところがちょっと若干不安ではあるんですけども、まあ、ヘニーヒューズ産駒ちょっと砂をかぶると、もう丸切りダメになってしまう産駒も結構多かったりするので、まあ、なんとか、最内枠ですけども、まあ、うまく砂をかぶらないように乗ってもらえれば一発あるんじゃないかなと思って期待をしています。はい、続きましては新潟1レースですね。芝の 1400m で行われる2歳未勝利戦となっています。こちらのレースで推奨させていただきますのはサイモンオリーブですね。このサイモンオリーブ牝馬の大和メジャー産駒なんですけども、牝馬の大和メジャー産駒に関する成績データを出させていただきます。
牝馬のダイヤメジャー3区が距離短縮で、新潟芝 1400m に臨んでくる際の成績データをご覧いただいております。このサイモンオリーブですね、前走東京の、芝 1600m の新馬戦で3着と、まあ、惜しい競馬をしている中での今回距離短縮での、この新潟芝 1400m となっていますので、まあ、このかなり高い確率で馬券に絡むようなデータに今回合致する形となっています。しかもですね、今回戸崎騎手に鞍上が変わりますし、まあ、あの前走外枠だったのが今回内枠に変わるのも、好条件かなと思います。まあ、この決闘的な成績データプラス騎手のところと、枠というところもかなり味方するのかなと思いますので、まあ、この成績データ以上に期待できるんじゃないかなと思い、今回推奨をさせていただきます。現在動画を撮っている時点では現在3番人気と、まあ、そこそこ美味しいオッズにもなっていますので、この馬から馬券の方は積極的に買いたいなと思っています。はい、続きましては新潟3レースに移ります。新潟3レースはダート 1800m で行われる3歳の未勝利戦となっています。こちらのレースで推奨させていただきますのはエルゲルージですね。このエルゲルージ、ダート代わりに今回なりますドゥラメンテ3区なんですけども、ドゥラメンテ3区についてのデータを出します。ドゥラメンテ3区ですね、この新潟ダート 1800m で、両馬場だった時ですね、なんと、ボバ1000馬の場合ですけども勝率 27.3%、連帯率 45.5%、 ちょっと恐ろしいまでの成績を誇ります。まあ、おそらく天気予報を見る限り両馬場なのではないかなと思いますので、今回このエルゲルージ完全にこの、ドゥラメンテ3区の構想データに合致する形となっていますし、まあ、このエルゲルージですね、今回、初めてのダートート戦となるわけなんですけども、まあ、あのドゥラメンテ3区がですね490キロ以上馬体重のあるドゥラメンテ3区のボバ1000馬が、ダート代わりで未勝利戦に臨んできた際のデータも合わせて、ご覧いただいているんですけども、まあ、かなり高い確率で、馬券圏内に走る確率、データとなっています。まあ、このエルゲルージちょっと1番人気で、リスクがちょっと大きいのかなっていう部分はあるんですけども、まあ前走500キロとあのかなり馬格のあるドゥラメンテ3区になりますので、まあ、データ上、ダート代わりがかなりハマりそうかなというところもありますし、まあ、新潟ダート 1800m ドゥラメンテ3区に、とってはかなり、構想が期待できる条件ということで、まあ、決闘的にもおそらくで、ダート代わり、いいんじゃないかなという部分もありますので、まあ、一番人気ですが、あの積極的にこの馬から買っていきたいなと思っています。はい、続きましては、札幌6レースですね。芝の 2600m で行われます3歳未勝利戦となっています。こちらのレースで推奨させていただきますのは、ルベルディですね。このルベルディ、ディープインパクト3区なんですけども、ディープインパクト3区についてのデータを出します。ディープインパクト3区のボバ1000馬が、前走上がり最速でこの札幌芝 2600m に臨んできた際の成績データをご覧いただいているんですけども、勝率が 36.4%、副勝率 54.5% ということで、もう確実にちょっと無視できない、ような成績データになっています。この、ルベルディですね、まあ、休み明けにはなるんですけども、まあ、その前走が、東京の、芝 2400m の、未勝利戦で上がり最速を記録しているということで、まあ、今回このデータに合致するような形となっています。この2600m という距離が今回初めてとなるわけなんですけども、まあ、この、馬ですね、兄弟にレクセランスという馬がいまして、まあ、このレクセランスはかなり、ステイヤー質の高い、馬でしたので、お父さんもお母さんも一緒ということで全兄弟という形になりますので、まあ、距離延長でかなり良さが出る確率も高いんじゃないかなと思っています。まあ、血統データ的にも、ご覧いただいてますとおり高い確率で構想が見込めます。現在、動画撮っている時点で4番人気と、美味しいオッズとなっていますので、積極的に買って、儲けたいなと思っています。はい、それではここからはメンバーシップ登録者様限定の配信内容に移っていきます。エルムステークスとレパードステークスの、推奨馬を公開させていただきます。先週ですね、アイビスサマーダッシュではビリーバー、クイーンステークスではテルツェットと、まあ、それぞれ勝った馬を、勝ち馬を推奨することに成功しております。今週もお役に立てるように頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。特にエルムステークスの方ではちょっと穴っぽいところから推奨馬出させていただきますのでぜひお楽しみにしていただければと思っています。
はい、それではまずそのエルムステークスから推奨馬公開させていただきます。はい、それではここからはメンバーシップ登録者様限定の配信内容になっていきますので、続きが気になる方はメンバーシップの方にご登録をしていただいて、限定配信となっている完全版の動画をご視聴いただければと思います。まあ正直ですね、そんなに予想が当たる人間ではないので、まあ毎週毎週ここまで高い確率で推奨馬が走ることもなかなかないかなと正直思っているんですけども、まあ月額390円で、まあいつでも解約できるという形になっていますので、まあ月に一杯コーヒーをおごっていただくというような、そんなイメージでぜひメンバーシップ登録していただければと思っています。ぜひですね、チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録していただきまして、他ぜひ分析動画とかもご視聴いただいた上でですね、ちょっとでも役に立つな、面白いなと思っていただいたら、ぜひチャンネル登録していただければと思っています。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。日曜日の競馬一緒に楽しんでいきましょう。